はい、こんにちは、高野です。今回は自宅やアウトドアでの普段使いから災害、停電などの緊急時まで1台持っておくと安心のポータブル電源パワースタジオのご紹介です。今回メーカー様よりご提供いただきました。ありがとうございます。お、電気ついた。早速開封してますが、このパワースタジオは2020年10月28日までクラウドファンディングの幕開けにて応援購入が可能です。一般販売価格よりも安く購入できるので気になる方はチェックしてみてください。ポータブル電源について知らない方のために簡単に説明しますと、一般的なモバイルバッテリーのように USB でスマホやタブレットを充電するだけでなく、 AC 出力コンセントですねを2つ、あと車出力用ポートや DC 出力ポートを搭載し、全部で9台も同時に給電充電できるというアイテムです。サイズは高さ 15.6cm、 幅 26.2cm、 奥行き 16cm、 重さは約 3.6kg です。定格出力は 400W、 容量は 297Wh です。ミリアンペアアワーに換算するとリチウムイオン電池の電圧が 3.7V なので、ご覧の計算式となりまして約 8270mAh となります。これが具体的にどれだけ使えるのかというと、67W の薄型テレビなら4時間視聴できたり、 75W の電気毛布なら 3.5 時間、 16Wh の任天堂スイッチなら16回充電ができまして、 11.67Wh の iPhone 11 Pro なら23回も充電することができます。コンパクトのサイズでこれだけ給電や充電ができるっていうのはですね、やっぱり安心感がありますね。充電はですね、最短だと別売りの 100W USB 急速充電器とコンセント充電を合わせて約 2.5 時間で満充電できます。電灯契約で夜間が安いプランを契約している方だと、電気代が安い夜に充電しておいて、昼はポータブル電源が使えるものならコンセントじゃなくてこっちを優先的に使えば、毎月の電気代の節約にもなります。車のシガーソケット充電もやってみました。最大 48W で満充電まで約7時間ですね。まあ、緊急時にもこうやって充電できるので安心感がありますね。Held by the forest where I go for rest and washed by the
このパワースタジオは丸いコロンとしたデザインが採用されているので、普段リビングに置いてても違和感がありません。さらに小さくてコンパクトなので持ち運びも苦じゃないし、充電したい機器を挿してポチッとボタンを押すだけなので、毎日重宝しています。リビングの隅に置いてスマホやタブレットの充電に使っています。あと、まあキャンプが趣味の方は 1,2 泊ぐらいならこれ一つで大抵のことは賄えると思いますし、車のシガーソケットからもですね充電はできるので、もしもの時も安心です。AC 出力コンセントですねはそんなに使ってないんですけど、試しに空気清浄機のブルーで使ってみました。試しにですね、今度はパワースタジオの出力 300W を超える 1200W のドライヤーで試してみました。まあ当然ですがアラームが鳴って使えませんでしたね。実際に使ってみて気に入っているところは、まず液晶が綺麗ですごく見やすいということ、あとですね、約 82,700mAh と大容量だけど、まあ、100W の急速充電器とコンセントで最短で約 2.5 時間と充電が早いのも嬉しいですね。あとこれパススルーに対応しているので、機器をいろいろ充電している時も本体の、充電もできます。あとよく考えられてるなと思ったのが、この LED ライトですね。最初、なんで3パターンも用意されているのかなと思ったら、通常の点灯のほか SOS 点滅 と注意喚起点滅というちゃんと意味のある光り方だったのを知って、アウトドアで使った時の万が一のこともですね考えて作られているなと思いました。気になった点っていうのはですね本当あんまないんですけど、あえて言うと、使う時に各出力のオンオフボタンを押すんですけど、その時のピッていう音がですねちょっと大きいかなっていうぐらいで、その他はほぼ満足しています。あと、注意点としてこれ使った後のボタンの押し忘れですね。ボタンを押してシルクを止めておかないと、これ放電し続けてですね気がついたら残量が減ってたってことが何度かありました。普段のモバイルバッテリーの感覚で使っちゃうと、こういうことになりますので、慣れれば習慣になるので、特に問題はありません。はい、最後までご視聴ありがとうございました。幕開けで受付が終了した後は Amazon などの通販サイトでもそのうち販売されると思います。興味のある方はぜひチェックしてみてください。この動画がちょっとでも役に立ったら高評価と、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。